どうもご無沙汰しております。お久しぶりでございます。はい、バッテリー最新のバッテリーを積み出したんでちょっと見てください。あ、そうなんですか。はい、ちょっとね、今回新松さんにちょっとついに新しい偽装も増えたということ で、ちょっと見てください。はい、このバースのね下にあるいうことなんですけど、よいしょ、こいつ、この黒い、そうですね、黒いボックスのやつ、ペリカンみたいなボックスですね。これ何なんですか。これがね、リチウムバッテリー。あ、こんなちっちゃいですか、リチウム今も。え、これでどれぐらいなんす、出力。出力はどれぐらいですかね。これちょっと今これこの携帯のやつで見れるんですけど、ちょっとね、これサイズ感がね、縦で40、横で60ぐらいのやつが今2段スタックされてるっすね。300W ぐらい。 300W。 え、何ボルトぐらいなんすこれ。これはね、今 27.6V になってますね。あー、じゃあもう片 28V。 へえ、1414いう感じなんですね。で、直列にして、30V ぐらい。はい、これ何用でつけちゃったんす。これは一応アクセサリーで、スラスターと電動スラスターと、あといろいろこうケーキ類ですね。これやっぱ鉛となんか違います。やっぱね、100% 出力が出るということで、はい、あと耐久性も10年もということで。10年はい。で、充電とかは普通にいけるんですか。そうですね、普通に。なんか陸電つないでどうのこうのじゃなくて。ない、ね、これ特にトラブルも今ない。あ、そうなんですか。はい、じゃあその代わり今まであのツインバッテリーだった鉛1個取ったみたいな感じですか。そうですね、重量はちょっと軽くなる。あ、軽いんですかこっちの方が。うん、それがちょっと魅力だったんで。はい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 。で、10年使えて、使えるという、まあ歌いなんですけどね。これちなみにおいくらぐらいとかって言っていいですか。ね、あれなんかだから20万ぐらいじゃないかな、1個が。じゃあ高いんですけど40ぐらいか。はいはいはい、2つで40ぐらいなんですよね。だけどまあ普通のバッテリーだったら多分3年ぐらいですかね。3年ぐらい、うん、そうですね。うん、そのこと思うたらまあどうなんかなみたいな。へえ、これ携帯でね、これ見れるんですよ。携帯でこういうアプリがあって、これ今これな、ね、99% ありますよと。あ、充電できてますよということですか。はあ、これでモニターしながら、はい、でリチウムじゃけ、148アンペアとかね、これこっちは。あ、うますね。へえ、これいろいろ見れるんだけど、じゃ 300W 言うたら普通にクーラーとかも動かせるようになるっすね。そうですね。これどうやったかな、どうでもどうか忘れたな。これでも僕結構マリンの用品見よるっすけど、これで2つあるじゃん。あ、はいはいはい、これでこっち見たらこっちのこのあれが、あ、1個ずつモニターできるんですね。そうあ、すごい。これ僕白用品のグッズもまあまあよう見よるっすけど、はい、なかなか売ってないですよね。多分ね、これはオリジナルでやったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で宣伝してくれることで、はい、で言いました。何を別に僕は目指すかと思うんですけど、宣伝してくれることで。ちなみにどこに言うたら買えるんですか。向島のね、はい、島津さんですかね、そのなんか、まあ、あの やってるとこあるんで、はい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 、そこで一応やってます。なるほど。じゃけ、まあ自分で触れるんだったらそのユニットだけ買って。そうですね、配線して配線してできるしやったら。だからやっぱ電気も怖いんで。そうですよね、火災がこうできる可能性高いんで。そうですね、いろいろこうブレーカーつけたりとか、うんうんうん、やっぱ専門の人が。じゃけ、まあほんまにね、近郊の人やったら持ち込みで、ね、そうそうそう、やっていただくのが一番いいですけど、まあどうしてもいうことだったら、まあそこから購入してもらおうっていう感じですね。まあでも多分今ノントラブルなんで。どれぐらいですか今つけて。じゃけ、エンジン変えてからですからね。ああ、で、半年ぐらい、半年ぐらいですか。半年ぐらい経ったのかな。あ、まあそんなもんでしたっけ。そんなもんかな。9月あれしたからね。ああ、そうですね、うん、全くノントラブルですよ。へえ、スラスターもつけても夜行っとって電気つけとっても、はい、全く落ちない。あ、そうなんですか、うん、へえ。じゃあもう、あとその陸電なんかも、はい、こう接続できるんだよ。あ、陸からも充電効くし、うんうん、ポルタからも入るし、はいはいはい、わざわざあれせんでも、そこにこう、まあ、ここにあるんですけど、そういう機体が、これがつけれるやつないの。これは、ここまで、これ陸電、ここ陸電ソケットが、はいはいはい、もう100ボルトがその陸電、はい、船の配線でそのままできる。
ね、ああそうなんですね。へえ、あ便利。便利です。で容量も全然デコになるですもんね。ちょっとマリンクーラーとかつけてる人だったら、だいたい例えばバッテリー7個とか積む人もってじゃないですか。それがこの2つで言ったら十分。へえ。だから電気が足らんとか、うん、なんかそういう困ってる人は、うん、まあお金はいりますけど。はい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 。もう全然大丈夫それ。へえ。じゃあちょっとまた連絡先だけは説明欄の方に載っけとくんで。そうですね。で気になる方がおっちゃったら、まあ、直接やってもらうか、はい、こちらのいよいよの秀丸さんに取り付いてもらうか、はい、いう感じで、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっと面白いもん見せてもらいました。